皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。今日朝最後のですね配信は、日本はヨーロッパに行くのにも遠回りしなければならなくなった、それに対して中国は、日本第一で行こうじゃないかという呼びかけであります。この後飛行機に乗って上京いたしますもんですから、ちょっと短くやるわけですけども、例によって僕のポストを共有したいと思います。SNS、 他の SNS でご覧の方は僕のツイッター、今 X っていうんですけども、それをご覧いただければと思います。今中国どうなってるかと、でヨーロッパ行くのにも大体今どんくらいかかるのかな、すごい時間かかるんですよね。16時間とか言ってたかな。なんでって、パリに行くのに大体12時間ぐらいじゃないのって聞いたら、いやもうそうじゃないんだと、大西洋を越えていくんだと、あるいはドバイ経由で行くんだって言うんですね。で、なんでって言ったら、ロシアの上を飛べないらしいんですよね。で、そのために、日本の航空会社は、北回りっていうかな、今回アメリカから帰ってくる時もえらいその南を通るなって思ったんですね。普通この時間だったら、オーロラが見えるんじゃないかなって言うんだけど、まあ満月で見えなかったんですけども、相当南を飛んでるんですね。それはなんでかって聞いたら、まあある人によるとロシアの上を飛べないからということらしいんですね。まず、その前にこの間 WHO に反対する者たちの講演会ということで、こうやって動画とか あるいは記録を出してくださってありがとうございます。早速ですね、国会が始まるんで議員連盟を作りたいと思います。そして今 WHO がこれクロストでやってんで、どういうことをやってるかっていうのはなかなか出てこないんですが、そこからリークされたものが出てきている。その中身見ると、それが本当であればですね、とてももう信じられないようなことなんでですね、皆さんと共有したいと思います。で、これもうそれで終わった後ではもうどうしようもないんですよね。 WHO 脱退するしかない。まあ僕は総理大臣だったら迷わず脱退しますし、 WHO の今アメリカが引いたために1番目がドイツになってますかね。で、2番、日本もかなりのところですね。だからそれを変えたいと思ってます。で、これですね、総文集さんが長い中ロ国境全部ビザなしと、双方の住民が相手の国の市場を楽しむと、まあ僕の友達から送られてきたこれ動画、相互フォローしてる人からですね、まあだからまあこういうの言うと、お前はロシアと中国の回し者かって言われるけど、違うんですよ。日本第一なんです。そこ分かります？なんでロシアとか中国の肩を持たなきゃいけないかって、前輪外交って分かります？前輪外交、隣の人たちと友好を結ぶってことですね。で、特に最大の同盟国が、僕はグローバリスト、戦争屋から国民の手に、アメリカの国民の手にですね、政治を取り戻さなきゃいけないって、そういう議論をしてる時に、つまりディープステートが戦争屋であっちこっちに分断を仕掛けてる時に、やんなきゃいけないのは全方位外交なんですよね。全方位外交、日本を守るために言ってるわけですよ。本当にそのことを、でも分かった人たちが、若い人たちから増えてきましたね。右左保守革新、西側東側のいわゆる冷戦思考の人たちは、僕が言ってることは中国とかロシアの肩を持つことに、見えちゃうんでしょうね。ちょっと気の毒って言えば気の毒だけど、でも それが中心となると日本滅びますよ。結局歴史を見ると分断されてですね、そして傀儡がそこにはびこるわけですね。傀儡で、その傀儡はですね、大体もう例外なく腐ってるわけです。腐敗してる。今のウクライナの状況を見てみると、
なんであんな大臣がどんどん辞任してるんですか。世界から集まったお金はどこに行ってるんですか。武器はどこに行ってるんですか。これ西側のですね、今のアメリカの政権に近いメディアでさえもう報道し始めましたね。やっぱり人の口に戸を刺すことはできないということで、でこの1年で我々はですね、ロシアの上空を飛べなくなったわけです。で和解と握手が進んでいるところはどん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 発展するわけです。本来だったら中国の改革開放を手伝ったのはどこかと。どこですか、中国の改革開放。最初ね、改革開放の特区を中国は作ったんですね、共産党だけど、もう実際に共産党の中に資本家を入れたのはいつですか。もう20年ぐらい前でしょ。中国に行くと、中国の共産党の人たちがですね、まあオフレコっつってね、嘆いてましたよ。自分の息子がですね、ICT 企業の社長になったと。自分の給料の、まあなんと100倍もあるんだと。やってられんっていう、まあ冗談めかしに言ってましたね。で、今もうそれがですね、逆に言うと国全体が飛んできてるわけです。1995年に日本の GDP は世界の 17% もありました。ところがディープステートの言うままにですね、緊縮、日本弱体化装置である消費税をどん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 増やしていって、そして今や先進国から転げ落ちようとしてるんです。隣国の発展を取り入れればいいじゃないですか。よそが笑顔でどんどん発展してるのに、なんで日本だけがですね、もう今月で、それは日本の衰退の成長じゃなくてコロナとかの影響があるんだろうけど、新幹線でここまで今度帰ってきたんですね。中国じゃない、大阪まで新幹線で行って、そしてシンポジウムに参加して、そして、土曜日にの夜遅くにこの自分の地元佐賀に着いたんですね。で、もう新幹線のワゴン販売なくなるっていうわけです。まあ何でもかんでもなくなっていくんじゃないですか。学校から部活がなくなる。ね、少子化で学校の先生の負担になるからっていうんで部活がなくなったとこがある。給食だって減らされてる。腹いっぱい学校行ったら食べられるって、それが僕も楽しみ。まあ家でもね、食べさせてもらってましたけども、家で食べられないようなものが給食で出てくるっていうのは楽しみでしたね。でも、この1年で我々はなんでロシアの上空を飛べなくなったのか。私はなんでロシアの入国禁止リスト。まあ皆さんはロシアに足を踏み入れることできるでしょうし、ロシアに行けば親日の人って多いですよ。日本の文化や、ロシアも歴史の長い国だから、日本の文化や、あるいは歴史をですね、すごく愛して、ロシアから日本に来ている人も少なくありませんね。まあもちろん、ロシアから亡命のように、ロシアというか旧ソ連ですね。ソ連から亡命してアメリカに行かれた方で、私の大事な友人がいますけど、彼女はロシアが大嫌いですね。ロシアというかソ連が大嫌い。もうソ連のことを言っただけで顔をしかめるっていうね、そういう人ですけども、そういう人はでもこの頃少なくなりましたね。もうロシアとソ連は違うんですよ。でしかもロシア人とよく話すと、日本のことを大好きな人も少なくないですね。中国だってそうですよ。なんかもうアメリカの戦争屋の肩を持たないと、お前は中国の回し者かとか言うけど、私台湾の方が友達多いですよ。でも中国にも友達はいっぱいいる。でその人たちは日本に憧れて、日本で留学して、この曹さんのようにですね、日本で起業した方もおられる。で私のお師匠さん、一人の偉大なお師匠さんの一人が稲森和夫先生ですけども、稲森和夫先生の清和塾っていうのは私も塾生です。まあ小泉郵政のむちゃくちゃな解約の時に僕の名刺を胸に置いてですね、祈ってくださった稲森先生ももう他界されましたけど、清和塾、中国の清和塾は1万人ですよ。まあ例のアリババの彼もその中の塾生の一人なんですね。日本学んでるんですよ。日本学んでるんです。
日本大好きなんですよ。でその大好きなものがどっかよそのですね国の人に洗脳されて、戦争屋に洗脳されて、お前ら喧嘩しろって言われてるんです。喧嘩して得するのは誰だと思います？漁夫の利用っていう言葉があるじゃないですか。喧嘩したら両方損するんですよ。で、損する理由はないんです。今、BRICS を中心に、今年ですね、2023年は BRICS の GDP が G7 の総 GDP を抜いた年なんですよ。で、今回、南アフリカで会議がありましたね、8月に。で、その様子をモニターしてると、今度 BRICS プラスっていうのが5カ国入ってくる。その中にはサウジアラビアとか、我が国がものすごく王室も含めてですね、皇室と サウジアラビアの王室と日本の皇室の関係はすごく深いですね。あるいは日本とサウジアラビアの関係はものすごく深いですよ。イランだって親日なんですよ。皆さん自分たちの仲間を叩いてどうするんですか。日本ファーストで行きましょうよ。日本ファーストで。だからアメリカのネオコン、あるいは戦争屋にですね、乗っ取られちゃ絶対ダメです。乗っ取られたらどうなるかっていうと戦場にされるんですよ。彼らが戦ったりしませんから。絶対出てきませんって。そしてもう用が済んだらですね、あとは廃墟と、そしてたくさんの人たちの命が奪われたと。もう二度とあんなことはやっちゃいけないって。これ78年前に言ったことでしょ。78年前の戦争だってですね、ここにマキジャニさんがくれた1985年の本があります。 Why Japan 原爆投下のシナリオ、これ第初めの2のところを皆さんに読みました。ここで何が書かれていたか、日本がなぜ原爆の投下地として選ばれたのか。で、原爆は投下する必要は全くなかったと。だけど戦争が終わってからアメリカに抗議した政府はただの一度もないんですよ。1945年の8月10日にですね、抗議をした。で、それは大日本帝国でしょ。滅びゆく大日本帝国の最後になんてことすんだっていうことを言ったわけです。なんてことすんだって言ったわけです。で、今日最後に皆さんにお願いがあります。それはですね、情報共有してください。日本のまさに報道の自由度っていうのはもう60何位とか70何位ですね。とんでもない、世界の GDP の3位の国がですね、そんなに報道の自由が落ちてるっていうことは、目にしてる情報が操作されてるっていうことです。マニピュレートっていうんですけどね。マニピュレートされたらダメです。皆さんの周りにマニピュレートされて方がいたら違うということを言ってください。そして僕の動画でも何でもいいですから共有してください。共有することでですね、力が出るんです。人間は言葉によって物事を考えていきます。言葉によって、さっきニコ生に言葉だけで何ができるんだって、言葉をなくされたらダメなんだよ。そのことをぜひね、お話を聞いてください。そしてシェアしてください。で、政治大学校も本当にいろんなところでありがとうございます。若い人たちからですね変えて、私も幸いがんが寛解しましたんで、全力でですね、今までサードギアだったけどトップギアに入れて走って走って走り抜きたいというふうに思います。最後に告知ですが、11月26日に、原口和弘寛解感謝の集い、不死鳥の会って実行委員会の方が名付けていただきましたけども、11月26日の13時から佐賀市の明東プラザで行います。400人ぐらいしか入らないんで、事前の申し込みをするかどうか今度実行委員会で議論をしていただくことになる。それじゃあ皆さん、これで今日の配信は終わりです。この後空港行きます。じゃあごきげんよう。失礼します。ありがとうございました。最後までありがとうございました。